この時間は FC 東京対栃木 SC、 こちらをご覧いただきます。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずファーストハーフ見ていきましょう。 FC 東京対栃木 SC、 この試合パトリック・ビエラが出場しています。北澤さん、彼は本当に素晴らしいミッドフィルダーですよね。はい、特にディフェンスに注目ですよね。彼が攻撃の目を潰してくれますから守備がぐっと安定しますよね。そうですね、彼は長い手足を生かしたダイナミックなディフェンスが特徴です。そうですね、普通の選手とは間合いが違いますからね、はい、取れるはずのないタイミングでボールを奪われてしまいますよね。なるほど、彼のシュート、こぼれたところを押し込む、先制 FC 東京。大迫、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。キーパーからのこぼれ球をイメージできてたんでしょうね。こういう一瞬の判断をとっさにできるのが素晴らしいですよね。さあ FC 東京、この早い段階で先制しました。いや、これはいい時間に点が取れましたよね、はい、これで主導権を握れますし自分たちのサッカーがしやすくなりますよね。大きな1点になりましたよね。そうですね、久保、ここはつながりません。アザールからビニシウス、裏へ出るか。サーボールはベイル、お、これいいですよ。ウィーボール、とこれはつながりません。庄司、三笘から土井、長友、前半16分です。FC 東京は現在ファーストハーフ中盤で1対0とリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。立ち上がりからキープできていましたし入り方も良かったですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。ヴィニシウスからアザール、うわ、取らないですね。久保から大迫、庄司、さあ土井、この辺は人に対して厳しくいってますよね。硬い守備を見せます。富安、腰の切り替えも早いですよ。三笘、土井、絶好の位置、アザールからヴィニシウス、さあカウンターのチャンスになります。ネイマールからベイル、ネイマールに渡る、足元のクロス、シュート、低く丁寧に打ち込んできました。アザール、枠には行きませんでしたけどもね、低くて鋭いいいシュートでしたね。長友、これは合いません。ネイマールへ、久保、ボールを奪いに行きます。レフリー笛は吹きません。アザールへ、ネイマール、ネイマール、同点、栃木、見事な同点ゴール決まりました。いや、これは素晴らしいいい展開ですよね。
これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか？いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスピール、勝ち越し、栃木、試合をひっくり返します。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあ栃木、勝利に向けて一本抜け出しました。シュート、セカンド拾えるか。いや、決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。遠藤から大きく立て、中田、これは届くか。どうでしょう。さあ土井、さあ上がる、シュート、きた、追いついた、 FC 東京。北澤さん、これ早かったですね。いや、これでまた試合の流れが変わりますよね。一気にリードしたいところですよね。 There will be one minute at a time. さあ今の得点どうご覧になりますか？いや、しっかりタイミング合わせて見事なボレーだったと思いますよ。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。熱いゲーム。しかし北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。いや、素晴らしい前半でしたね。お互いに特徴を出し合った前半だと思いますね。でも本当緊迫した試合内容になりましたよね。 FC 東京対栃木 SC、 前半を終え2対2の同点で折り返しています。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。シュート、勝ち越し、栃木。後半始まったばかりです。スルーパスからの見事なフィニッシュ、息ぴったりでしたね。お互いのコンビネーションですよね。今のは一瞬の隙だったと思うんですけどもね、そこを見逃さないでうまくパスを通しましたよね。フィニッシュも落ち着いていて見事なゴールでした。さあ栃木、1点をリードしてリスタート。ここはつながりません。大迫、マルセロ、このボールに触ります。アザール、ネイマールに渡る。ネイマール、さあ右へ預けて、アザールからベイル、アザールへ浮かせてきます。もう一度組み立てます。アラバ、ペペ、バラン。 FC 東京としてはちょっとボールを回されているので、積極的にプレスをかける方がリズムができると思いますけどもね。マルセロ、ビニシウス、これは合いません。久保、ビニシウスからのスルーパスをカットしました。栃木としては先ほどから前線の選手はほとんど守備に参加してないんですよね、
攻めに集中してスタミナ消費を抑えてるんですよね。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくなると、味方のディフェンダーは高い位置からパスコースを限定しづらくなりますからね。まあその分カウンターでの威力は驚異的ですよね。富安、バラン、ここは一旦バックパス、富安、ベイルへ、ビエラ、バラン、富安、バラン、一呼吸を置きます。さあ残り15分、ビニシウス、ここは繋がりません。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。長友、スルーパスを狙う、いいボール入りますよ。そのままキーパーが抑えました。いいとこまで行ったんですけどもね。ただまだ時間残ってますから、ここは一旦落ち着きたいところですよね。マルセロ、アーチのようなパス、裏へ落とした、ここはキーパー処理しました。パスを出したんですが追いつけませんでした。ネイマール、ループシュートでしょうか、うまくボールを浮かせることができませんでした。まあちょっとキーパーのポジションも確かめながら打ったと思いますけどね。ドイ、本日ワンアシストです。スペースへシュートもあります。どうだ、シュート、際どいボール。栃木、落ち着いて時間を使います。富安、うまいインターセプトを見せます。中田へ、また中央へ、中田、どうだ、入るか、もう一度奪ってカウンターを狙う。ここで笛です。3対2、 FC 東京無念の逆転負け、敗れました。北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。 FC 東京としては相手のサイド攻撃に手を焼いてしまいましたよね。結局それが失点に結びついてしまったわけですから、選手の位置取りやマーキングの仕方などチームとしてもう少し検討するところはあったと思いますよね。そうですね、スタジアムを興奮のルツゴへと叩き込むという試合展開でした。さあそろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 FC 東京が3対2、接戦をものにできませんでした。